こんにちは、あるいはこんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回はワクワク初見つかりを紹介するのよね。本編とはあまり関係ないから、漫画勢、アニメ勢の方も安心してゆっくりしていってね。その日、ミリムは朝からそわそわしていた。朝というよりも、未明から明け方に変わろうかという自分から、俺の部屋にやってきて、早く早くと俺をせかすのだ。慌てるな。俺は眠る必要がないから怒らないけど、普通なら怒るとこだぞ。何を言う、私だって少ししか眠る必要はないのだ。だからもう大丈夫だから、今すぐ行こう。ええ、落ち着け。そういう問題じゃない。俺たちはよくても、まだ真夜中なんだよ。こんなに早くから行っても、お魚さんは眠ってるの。小声でミリムを諭す俺。実は明日、というよりも今日、朝から抜け出して釣りに行く計画を立てていた。ミリムはそれが楽しみすぎて、待ちきれずに俺を呼びに来た、というわけである。その様子に魔王の貫禄などどこにもなく、わがままいっぱいのお子様であった。お魚が眠っているかどうかは知らないが、どうにかミリムをごまかすことに成功。そして2時間後、今日の予定を嬉しそうに話すミリムに付き合うのには、眠る必要のない体で助かったと思ったのだった。そっと部屋を抜け出し、素早く建物の外に出る。町外れに向かうと、そこでは打ち合わせ通りにゴブタが待機していた。早いっすね、自分も今来たとこっすよ。まあな、ミリムが早く早くとせかすから。なるほど、す、わははは、さあ、出発するのだ。今日の釣りとやらで、私の力を見せつけてやるのだぞ。何か勘違いしたようなセリフをミリムが抜かすが、大丈夫だろうか？うるさく騒がれて邪魔されたりしたら最悪なのだが、少し心配である。ミリムのやつ釣れればいいけど、全くダメならすぐに飽きてしまいそうだしな。大丈夫っすかね？コブタも同じ心配をしていたようだ。多分、な。今考えても仕方ないし、ダメなら中止でいいだろ。そうっすね。それじゃあ、行くっすか。こうして、俺たちは本日のメインイベントを釣りをしに、海へと向かったのである。太陽が顔を覗かせた時刻、俺たちは海辺へとやってきていた。この世界で初めて見る海、それは地球で見た海と変わりはない。住んでいる生物に魔物が加わり、生態系には違いがあるようだが、基本は同じである。俺たちは適当な岩場を探し、そこに陣取り、釣りの準備を始めた。これはどうするのだ？ああ、こうやって組み立てるんだよ。そして、この餌をつけるのさ。初めての作業にワクワクした様子のミリムに、俺は釣り竿を組み立ててから餌の取り扱いを教えてやる。その横でゴブタも釣り竿を取り出したのだが、俺は慌ててゴブタを止めた。短い枝に釣り糸を結んだだけのゴブタ自作の簡素な竿だったので、とても海で使えるようには見えなかったのだ。待て、それは川用だろ？海では厳しいだろうし、これを使えよ。そう言って、ミリムが壊した時に備えて用意していた予備の竿を渡してやった。やっぱこれはすごいっすね。俺が渡した釣り竿を手に、ひどく感動した様子で眺めるゴブタ。気に入ったのならやるよ。俺はもう一本、予備を持ってるし。マジっすか？超嬉しいっす。ゴブタも大はしゃぎして、早速釣りを開始した。ミリムも負けじと竿を振る。負けず嫌いな性格だから、ゴブタに対抗心を燃やしているのだろう。さて、どうなることやら。数時間後、ミリムは思いのほか、我慢強かった。小さな魚を2匹ほど釣り上げていたので、それに味を占めたのかもしれないけど、腹が減っただろう？そろそろ飯にしようぜ。と、俺は一時中断を宣言する。ミリムが釣り用の餌団子状にこねられる粉末配合餌を、口に入れたのが見えたのだ。うむ。これはまずいのだ。当たり前だ。リムルが作ったものだから、ひょっとして美味しいのではと思ったのだが。そんなことを言いながら、恨めしげに見てくるミリム。無茶を言う。ミリムが怒り出す前に、用意しておいたサンドイッチを広げた。それをゴブタとミリムと仲良く分け合い、その日の昼食としたのである。それから3時頃までもう一頑張りして、俺たちは久々の休日を満喫した。ちなみに、一番釣ったのは俺だ。時点でゴブタだったのだが、ハンデ10匹をミリムに加点したことで、順位は逆転した。自分も海で釣るのは初めてなんですけど。などとゴブタが嘆いていたが、ミリムが怒って暴れるよりマシである。そう思ったのだが、わははははは、ならば、次は本気で勝負なのだ。望むところっすよ。と、ミリムとゴブタが再戦を約束したのだ。意外にもミリムが大人な対応を見せたことで、今日は練習でノーカウントということになったのだった。楽しく一日を過ごし、町へ戻ってきた。だが、何か様子がおかしい。全員総出で、誰かを探しているようだ。なんだか、誰かを探しているみたいっすね。もしかして、自分たちのことを探しているんじゃ。あれ、おかしいな。心配しないように、ちゃんと置き手紙を残してきたはずなんだが。手紙だと？そういえば忘れていたのだ。ほら、落とし物だぞ。リムルは本当に慌て者だな。ゴブタに答えてポロリとつぶやいた俺に、ミリムがドヤ顔で言う。その手に握られているのは、紛れもなく俺が残しておいたはずの手紙であった。ミリムのやつ、なんてことを？ただでさえ、こっそりと抜け出しているというのに。おい？それだよ。よ、まずいっすよ。それじゃあ、皆さんが慌ててるのも当然っすよ。俺とゴブタは顔を合わせて青ざめる。勝手に抜け出すどころか、連絡先も不明となれば怒られるのは間違いない話だ。そしてその後、見つかった俺たちは、恐ろしい形相をしたシュナトシオンによって散々怒られた。
その上等分の間、勝手な外出を禁じられたのは、また別の話である。最後まで見ていただいてありがとうございました。これからも〇〇相関図や〇〇紹介などたくさん作っていきますので、チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。また見てね。バイバイ。